えまずはメイクのポイントを教えていただけますか。はい、今日はルージュボリュプテキャンディーグレーズの、えー、新色の13番のリップをメインにメイクをしたのですが、えー、リップのツヤ感をもっと引き立たせるために、えー、肌でお肌と目元の部分のメイクもツヤ感のあるメイクに仕上げました今回はとってもクールでかっこいいですねいつもののサナさんの魅魅力力とはまたた違う新たな魅力ですよね。 はい、今回は撮影させていただいたときにイヴ・サンローランのブランドの女性像をイメージして撮影をさせていただきました撮影エピソードをしていたときにあの一日中、リップを何度も塗るシーンの撮影があったのですけど、えー、撮影が終わったあと夜。 家に戻ってからも唇がすごく潤ってて普段寝る前に必ずあのリップバームを塗って寝るようにしているのですがその日はリップバームを塗らずにその潤ったまま睡眠につきましたイヴ・サンローラン・ボーテジャパンメイクアップミューズに就任となりましたが今のお気持ちをお聞かせいただけますか。 昔からやっぱりとてもよく使わさせていただいてたので今回一緒にお仕事をできることになってとても嬉しく思いますとても光栄ですデートにおすすめのリップを教えてくださいデートに行くならもう断トツこれかなと思うのが13番のこのカラーなんですけど本当にピンクの色もすごく柔らかい発色になっているので是非デートに行く時に使っていただきたいなと思います はい、13番のフラッシングローズをお選びいただきました。ピーチローズですね。とっても可愛いです。